さ、姉さん、入って。姉さん、大丈夫かい？私をどうするつもり？どうするって、僕は姉さんを迎えに来たんだよ。私はバレリアの君主、ベルサリアよ。あなたの姉さんじゃないわ。いや、違う。あなたは僕の姉さんだ。ずっと一緒に暮らしてきたじゃないか。そう、ずっと一緒だった。这边的选项我还不确定耶，这边的选项是血がつながってなくても、あなたがこのバレリアの王だとしても、あなたが僕にとってたった一人の姉さんであることに変わりない。嘘！じゃあどうして私を置き去りにしたの？どうして一緒にいてくれなかったの？怎么样的选项会有加十五声望？这里很重要啊。我现在好像还查不太到怎么选才会声望比较保险。随便选一个，我就怕没有加十五啊。那个要加十五声望啊。先选下面看看。啊，我找不到声望的，有人在讲声望的，就是这个部分真的有关于声望吗？真的有关于 CF 值啊？我试试看，先让他自杀看看。そうさ、確かに僕。嘘よ。違うよ姉さん。僕は姉さんと離れたくない。たった一人の家族と離れたいなんて思うわけない。你去死吧！思うわけがない。私はあなたの姉じゃないわ。私はあなたの姉さんじゃないのよ。そうでしょ、デニム。姉さん。私はあなたの姉になりたかった。
姉じゃなくてもいいの。ただ誰かのそばにいたかった。私を必要としてくれる人のそばにいたかった。どうして私はあなたのそばにいないの？どうして私は王女なの？姉さん！誰か！誰か！来てくれ！迷惑かけてごめんね。姉さん！バルバス、貴様、うん、不幸的英雄。好，看一下卧点报告吧，看一下。哎，不对啊，还是37啊。残念ながらベルサリア王女をお助けず皆の木。それにしても許せないのは自分が敗北残された王女の亡くなられた。すでに全軍が出動できるよう。可能还要再往これより往上往下跑。バクラム軍および暗黒騎士団に対して総攻撃をかける。これが最後の戦いとなるだろう。いざ王とハイムへ。苦労であったな。こんな芝居もうたくさんだ。そう言うな。フランシーの言葉を忘れたわけではあるまい。お前の役目はこの戦乱を終結に導くことだ。そのためには多少の犠牲もやむを得んだろう。大義のためとはいえ姉さんを見殺しにしてしまった。それは本当に正しかったのだろうか。それを考えるな。考えても結論は出んぞ。お前のやったことの成否についてはいずれ歴史が裁いてくれるだろう。だから今は目前のことだけを考えろ。よいな、レニム。我看资料是讲说是会加没错，但是要在某一个地方做选择，那个选择好像还没到。总而言之，主角先可以转领主了。先让他转领主看看，看如何。君主。君主又二点几哦。干，君主什么都有哦。君主什么都有哦。干，这也太 OP 了吧。君主还有巨龙杀手。君主有忍者技能，什么都有。可以拿单手刀，有二刀流，金刚不坏，还可以用法术，
君主有点威啊。哼，君主真的有点太强了，难怪人家都说要赶快先拿君主，这招有点太威了。还可以吸魔自己用，妈的，这太强啊！我感觉我是太晚拿到了。有君主无敌啊，但是那个选项还没出来，我不知道选项在哪。他说要姐姐死亡的时候，姐姐死亡的时候好像有个事件，是不是？我忘记那个事件在哪了。哎，那个讲说可以加的人还没出现。啊，我知道在哪了，在这个未来墓镇，所以还要再打一场。未来墓镇那边会有屠村。ついにゴリアテのデニムのお出ましか。这边屠村嘛，屠村，然后要当作没看到，当作没看到就回家了。可是只加十哎，我这边查到的是只加十哎。啊，有人讲加十，有人讲加十五，干怎么办？会不会又真的被我料到？计划赶不上变化，我感觉那个计划赶不上变化，又要生变了。现在是交给电脑就好了，因为已经目前是完全碾压的状态了，嗯，绝对不可能打输了。如果加十就有点麻烦了，加十到这样还差四，加十就会变得还差四了，所以尴尬的局面就会到来了。是希望不要这么悲剧啊。如果还差四，干真的，真心别闹。
破三轮我还好，因为剧情不一样，就当看不一样的剧情。对，如果没有血洗成就够了，但是有血洗成了。没有，已经做的，我们就不要去回首，我们要思考的是之后要怎么办。我们已经做下抉择了，接下来就只能想办法弥补。嗯，我们不能回首过去。放眼未来，嗯，看运气啊，等那个屠村屠完，就知道结果到底是什么了。加食还是加食物？没人能过河。Hello。妹妹，等一下再来补一刀。领主也没办法下水，哎呦，他有地形限制，那还是忍者比较方便一些。哎，该差一点，差一点呢。啊，还是死了，太好了。レッド民族ともに。没有，好像不是海姆城，是那个在这一场打完下一个城镇。下一个城镇有选项，但是我看人家讲是加时啊，干死定啊。我看人家讲是加时欸。就是这里。这里战斗完会出选项。みなの者、よく聞け。この町、やつらを追うと、そのこと。现在一定都是等级碾压了，已经打过的就很好打了，但是没打过的就强迫等级要同步。一样，杀手队上去直接把王宰掉，完结。
是我就怕差五啊。就那种坏预感都很容易实现。还没进奏搜寻，好像还没。姐姐已经死了。就玩不下来。竞奏还有这样的一段历史。他怕也没用啊，我就强迫他全部都变我的伙伴。现在等差很大，魅惑是100%。哎呦，还能解我魅惑哎，才刚上而已就把他解掉了，真是聪明，绝顶聪明啊！我的 AI 就笨得像什么一样。电脑作弊作很凶啊！但是我的杀手队依旧还是上去。下一回合取你人头。我乃燕人张飞，取敌将首级，犹如探囊取物。太多下面这些人都没有表现的机会。有先拿到领主的职业，算也是算一大进展了。领主的职业真的蛮重要的，看那个全技能都会有点夸张。相对的公主就没有那么优势，反而是领主比较优势。哎呦，他竟然能够在这么大的等差打我那么痛。西摩，哎，失败。但是我看公主却没有那么优势。等一下，真的兄妹两人直接干完。哎、欸，为什么打不到他？看，他该不会要开什么绝招了吧？十。Yes,
公主拿光剑有没有搞头？说真的，公主她这个职业，我实在想不到她的定位应该要在哪边呢？她就是像万能手，你知道吗？万能手，万万不能。哎，他怎么没有选项？嗯，哎，是这里啊，威莫尔城啊，啊，怎么死没有选项？太神了，没有选项。What the fuck？ 那个选项怎么没有来啊？这里啊，半藏这里啊，怎么打完了什么都没有？哎，又发生什么事啊？我又搞不太懂了。这里我又搞不太清楚到底发生什么事了。它的显示是这个地方，干会不会真的是这样啊？我想有没有那么鸡歪啊？是真的这么鸡歪吗？要看报告才能打。有可能吗？我是觉得有点扯了啦。没有出来干，然后我又刚好没 save 到，这字怎么可能？没触发，有点扯哎。打完海姆嘛，但是他那个我看攻略上面是写在那个城镇啊，不是在海姆。我有看海姆啊。
那个选项不是在海姆圈内啊，是在那个，就是在那个刚刚那个村庄，刚刚那个村庄有战后处理。真的是非常的麻烦，麻烦到靠腰了。没有，不是，是加声望的选项，就是姐姐死掉了，有一个那个事件要出来啊，那个事件没有出来。史上爆干麻烦。这样我要打 L 路线都没办法让我打了。没有，就是怎么会有这么多要素不明的地方？欸，你看的攻略又跟我看的攻略不一样，欸，干，是怎样啊？所以是怎样，要打完海姆城看看吗？不然我跳出去啊！我跳出去，然后打完海姆城看看。好像觉得好多奇怪的不明的地方，重点是很乱啊，而且攻略版本怎么这么多啊？萨克蒂克斯欧娜。可以直接进海姆城内。哎，干怎样？所以是要把姐姐在战场上砍死的意思吗？是要砍死在战场上？タクティクスオーガ。我很乐意，我现在就去砍。我很乐意，我现在就去砍死他。
我看的攻略是他死掉，他只写说他死掉而已，没有特别注明说要在战场上砍死。所以攻略的版本太多，其实也是个麻烦。讲实在的，应该每一个人写的都不一样。我真的每一个人写的都不一样哎，是怎样？是一个游戏多种攻略，人每个人玩的都不一样吗？还是说游戏系统机制是这个样子，就每一个人都可以玩到设定不同的皇家骑士团？我让姐姐自杀啦、啊、没有，现在不是说什么灵不灵主会不会死，会不会是坏结局？不是，我们只是要那个声望。我们现在的目的是要那个女尸术士，我们现在差15的声望。其他什么钢谱啊，干嘛那些我不 care， 我不 care。我们现在就是要拿那个女尸术士，就只有她，目标就是她，没有别人。啊，现在是我们照那个顺序做，但是却没有那个选项出现，没有加声望的选项出来，声望的事件没出来，所以应该不是。我不知道哪个环节又出问题了，他这个游戏真的环节很容易出问题，就是你即使有看着攻略跑，你也会发现到奇怪，怎么跑出不一样的结果。没有，他那个事件已经很明显是啊，晚安晚安。他那个事件很明显是要打人的，就是在战斗结束之后会出来的。啊，我看的攻略是写说是在那刚刚我打的那个村庄之后。啊，现在那个PO的攻略是写在海姆城里面，所以你看不一样，攻略不一样了。僕らがば、なぜ？这就很奇怪。这真的有点诡异啊，我只能讲很诡异，见鬼啦。回根据地，你说根据地是指菲达克城吗？我在捞啊，跑去其他城看看。哼，是要塞？不是啊，我不是要打要塞，我打要塞干嘛？不是要塞，不是要塞。那六个要塞，虽然我之前好像也没打那六个要塞。タクティクスオーガ。没有，我们刚刚的计划不是都很明确的吗？干，怎么会出贼啊？而且出的贼还很大、啊。
又是要塞。所以也不是回根据地啊，什么都没发生啊。啊，不管了，我再去杀，我直接去杀姐姐，妈的，我不爽，我一定要砍死他。没有，我已经杀过一次了啦。我杀过一次啊，结果又跟我讲说一大堆奇奇怪怪的东西，又跟我们原本计划的不一样。哎呀，我真的是会被好多奇奇怪怪的攻略给气死。现在在看另外一个攻略，我看一下他那个看他上面怎么写关。但他也没醒，他妈的，被骗了。欸，我这边看到的更屌。他这个任务，女尸术士的任务是攻完海姆城就不能看了，对吧？攻，你去攻海姆城那个任务线就结束了，所以一定不是进海姆城了，所以一定是在那个村庄的时候就要了结掉了，不能进海姆城。
可是这种事尝试的作为就很那个，就不确定，又怕浪费时间。没有，我们不能选 N 路线，因为那一只是 C 路线拿的。没办法，现在就没办法这样做。说这一群电脑真的跟蠢蛋一样，为什么？因为你明明实力就比对方强这么多啊，却不懂得直接去杀人家的同学。乱啊，不过也没辙啊，我们还只跳一次而已，还没跳第二次。怎么个？哎呀！啊，又要打公主了，我要打几次了？
不过打这个之前，我先 check 一下那个。Tactics Ogre。我先 check 一下海姆城。海姆城感觉有鬼。如果是在这里，对不对？就有点危险。我知道啊，这上面写什么我知道啊，但是我就有看到就是不一样的那个攻略啊。只是海姆城去玩还能够解那个吗？还能够解女尸术士吗？我比较怕的是这个啊。如果不行，对不对？我们的计划就完全破灭。我就是想 GG， 真的 GG 耶 ！GG 只能自己刷声望，没有其他做法。看不惯电脑玩，敢看电脑玩，我心脏病会起，高血压会起来。有够蠢的动的方式。这就跟大家讲，为什么我喜欢自己动，我是不喜欢电脑帮我动的，就是电脑够蠢，蠢到一个极致。就是一个白色上去劈了他就好，不上去劈他硬是要，凡是他的行动，电脑的行动准则就是要把全部的敌人先歼灭，然后魔王留最后。看不懂他这个心理。现在乱动完之后，然后能够打的人全部被恐惧。哎。
我感觉我会被灭掉，哎，妈的，这么高等级还会被灭掉。好烦哦，干！
这真的是会让人家打到脾气会出来。而且布兰塔是不是防御突然拉高了、啊？现在防御是不是拉特高啊？我现在都没有看到有人招天使，我感觉这家伙还会跑。前期被电脑冻成这样，我后期想直接杀头就难杀了。完全对他无效，有够夸张。没有，当时打他还算好打，因为我动我是直接把电脑斩头了，我动就是直接斩头啊。啊，你给电脑玩，电脑就是帮你玩成这样。我也只能赞叹电脑吧。又差一点，又差一点，你在闹我啊！
他真的很不爱束手就擒耶，你这直接让我把头斩下来是很困难的一件事情。都带，都给你带走。我只要杀王的人头而已。摸不到。摸不到。哼，是有没有那么厉害，都摸不到他。啊，摸到差一点。你他妈怎样啊？你嘻嘻耶，他妈的！たとえ彼らが我々に逆らったとしても。決して剣を抜いてはならぬ。敵はあくまで暗黒騎士団であって、それに従うバクラム兵ではない。必ず使者を立て、こちらの意向を伝えるのだ。彼らを逆賊閣下の応戦、もちろん同様のバクラム軍兵士に対して無用な差別や嫌がらせなどがあった場合は厳罰をもって当たろう。閣下にお聞きしたいことがあります。遠慮なく。は、実は王都内の商店などから金品を不当に奪取する者がおり、その被害はかなりの額に上っております。何？また年老いた者や婦女子に対して乱暴を働き、怪我を負わせるという事件も起きております。少了很多人。それらは全て解放軍の兵士による犯行であることが分かっております。何だと？軍に参加する者の中には恩賞目当ての輩も多く、こちらも十分な手当を準備できていません。そのため閣下はそうした者どもをいかがなされるおつもりか。結果在这啊，真的在这，只能睁一只眼闭一只眼了。いずれは厳しく取り締まるつもりだが、我々にも仰せのままに。さあ。これで長きにわたる戦乱は終結した。今日から我々はウォルスタ人でなければバクラム人でもない、同じ島に暮らすバレリア人だ。これからは共にバレリア人として争いや差別のない平和な国家を築こう。うん、很烦啊，真的超烦的。我ら一同。所以是在海姆城里面。辛い戦い。是在海姆城里面。
然后卧点报告加多少呢？啊，52了，所以是加15没错，但是巴格拉姆已经降到8了。但是、啊、已经是海姆城之后了。我觉得记录有用吗？已经是海姆城之后了。哎，出一个，这是哪个？哎 ，Style， 哦，任务还能解。但是船长不能解的，他可以解，船长不能解。何度言わせれば気が済むんです。私が目指すのは魂と。啊，关了关了。足が。手術師ニバス。やはりお前が関わっていたか。死者た。哼，没有啊，有没有成功还要再看、啊。因为是这一战打完，还有。52不会过吗？不是要50吗？先解放弃禁咒，等一下，我先跳出去。要干就干得彻底，只是说那个禁咒，放弃禁咒它在哪？没有没有，这一战要打很久，这一战要打很久，我们不能说不行再考虑。放弃禁咒，我找不到放弃禁咒的新闻。柯利达尼，都没有啊。
神殿。没有。話って何ですか？ハイムで流れている噂を解放軍に。僕はもちろん。ただかつて私は私の名はハボリム・ラームズ。そう、暗黒騎士バールゼホンは。待ってくれ。私がこの島へやってきた本当の理由は、兄バールゼホンを殺した。どういう。双面谍也是人物。やつは父と母を殺したんだよ。双面谍我之前没解过。元老院の老人どもに何がわかるというのですか。君主である聖火を今。父上、しつこいぞ。わしはこれ。わしのお前行くぞ。父上、愚かな兄上、お前とて分かろう。そして父上も、兄上はどうかされている。このようなやり我らは核これ以上だ。兄なる。ここまで。強硬派のクーデターにもちろんやっち。そう、母上が亡くなったことを事故死と信じ、ハボリムさんは復讐。ああ、バルバスの僕らが、はい、現在影たちを使って捜索を進めていますが、我が復讐の私はそこ、この私は。話してくれてありがとう。ありがとう。有啊，我已经读完古代神殿了啊。古代神殿是要打六座要塞呢，意思就是只说我们要打完这六座要塞，然后再去神殿里面解放弃禁咒的意思喽。好啦，我们我还是决定了，先读五十看看，因为六个要塞。六个要塞那个花的时间不一样啊，花的时间差太多了。我还是先读五十吧，不然我受不了啊。我只是要拿那个女的啊，禁咒等等分放着吧。没有，我刚刚读完了就没有触发事件啊。没有，我是读完了，然后去那一间城市，然后什么都没有发生，因为他已经就是要叫我去那个六个要塞了。史術師ニバス。これはこれはお久しぶりです。反乱軍の。没有，我禁咒任务我都没有选过选项，他没有让我选的机会，
就我连神殿见大神官都没见过，就是这样。所以我估计是那六个要塞要打完，要打完，然后那个神殿才会开。神殿开，你才会跟神官讲到话。依常理来看，逻辑是这个样子的。不然我已经想不到他为什么没有开了。他去那六个要塞反而已经开了。那个骑士的故事，骑士是西线，黑骑士的那个故事是，是有后续吗？他这个不是超人版本，他这个是那个命运之轮版本，他完全跟超人的设定不一样。问题是我从来没有去任何一个城寨啊，我一个城寨都没打过啊。只能读50啊，只能读50以上啊。这一关麻烦是麻烦在敌人很多很多，然后又都是可以复活，很麻烦。那个还要打海贼呢，还要打海贼墓地呢，海贼墓地的深处有几层你也不是不知道啊。那个也不下六座要塞啊。血洗只有加5啊，血洗加5就是56啊，56也没破60啊，所以没差了吧。血洗
是我做出来最正确的选择。这一群不孝之徒不听我说话，全部宰掉应该。不听话就通通干掉。私は君が何逃げるか。只是女尸术士，她真的有传闻中这么好用吗？毕竟十二个名额可是抢得很凶的呢。就怕没有值回票价。那就会变成只是多了一个人可以看而已。剩下的都给 AI 杀了，这妈的都这样了 ，AI 应该不会玩到。苦しい、首が、息が、苦しいよ。助けて、助けてくれ、デニム。在听莱斯在讲一句话。拜子。バイス、僕は。AI 不会处理啊，没有，他不会刻意去处理，他的 AI 的设定是不会刻意处理，但是在他范围之内的他会处理。他只是不会跑去处理。
路线没办法救麦斯吧，我们到时候打 L 路线才有麦斯的份。我的队里面就有忍者啦。ここは。ヘクター。クレシだ。さあ。对啊，到时候就要选了、啊。我是因为现在要拿那个女的，拿这一个女的，所以我卡住，没有办法回去拿那个，回去别的路线，就到时候就要回去拿。这个游戏会玩三四周目吧。クレシダと言ったね。君はニバス。あの史実師のことを知っているのかい？ええ、史実師ニバスは私の父。私は父に従い司令術を研究をしていたの。ニバスが父親？君自身も司令術を使うのか？私が死者の肉体と魂を冒涜している、そう言いたいのね。緊張緊張。今まで私は誰に何と言われようと、刺激司令術の研究が民に幸せをもたらす、そう信じていたわ。でもそれは私の間違いだった。私たちは幸福は愚か、消えない憎しみと悲劇を生んでいた。父は研究が足りないからだと言うが、そんな風には思えない。いたずらに死者へ苦痛を与えるだけ。 上次也有选项啊，你忘了吗？蘇った死者に安息はないのか。有啊，继承等级啊，继承装备啊，继承人物啊。たとえ悲願を達成しても決して満たされることはない。彼らに新しい時は訪れない。彼らの時間は死と共に止まっているのだから、再びあるべき姿に戻らない限り、彼らは未練や恨みに囚われ続けるのよ。神の救済を信じているわけではないけど、これではあまりに悲しすぎる。拜托，一定要成呐、啊！私は何と詫びればいいのだろう。我们今天努力了一整个下午，就是为了这一次啊！縛りつけていた。君だけを裁くつもりはない。
指令術を研究していたのは事実だが、君はそのことを悔やんでいる。むしろ今なお研究を続けようとするニバスこそが断罪するべき相手だ。君もニバスを止めたいと思っている。僕らは協力し合えるんじゃないか。あなたは母上たちを殺した憎い仇。ん？だけど父よ、ニバスを倒すまで私はあなたへの憎しみを忘れることにする。我妈妈看到前面那句吓死。亡くなった母上や姉上たちの死を怪我したニバスこそ最も許しがたい相手なのだ。加了加了加了、哦、感谢大众、感谢各位的支持。そして私の持つ知識を託すことにします。我们终于成功拿到他。望まぬ生を受けた死者に償うために、我们就验证了50就好50-60。僕らが互いに抱くわだかまりはきっと消えないだろう。真的是。でもありがとう。共にニバスを倒すんだ。啊，感谢感谢，忙了一天就是为了这个家伙。我们可以看一下到底有多强啊！啊，其实也还好了，讲实在的。他还没满等呢。就是个单纯的死灵术士，其他什么都不是。就是这个死灵术士而已啊。可以支配死灵啊，还有死者附身呢。冥想室，嗯，没得毕业啊。所以萨满是这六座要塞的吗？六座要塞拿萨满吗？没有变色就没有。嗯，什么意思啊？見ててくれ。你看进去了。就有六个堡垒要攻了。因为那四姐妹要转萨满啊。
四姐妹转萨满是这个吧？是古代神殿吗？解放と称し秩序を乱す者どもめ、我らバーナムの虎が制裁を下してくれる。这边被压等级了，这边都没拉，没有来过，等级被压住了。啊，那边没办法秒杀了啦，因为等级被压了、啊，等级被压了，然后我好像没有什么职业的优势了。只有装备的优势了。还是很痛啊，不会说很痒啊。然后 AI 从不用魅惑，我招式里面有挂魅惑，但你看，妈的血还有多少？他给我用治疗精华，你看到你不会觉得生气吗？我看到快气死了，好不好？他是怎么在浪费他的手上的资源？然后有巨龙之心的不打，还跑到旁边去，哎，我受不了了，我激动了。蠢逼！我就是因为这样，所以我很讨厌给 AI 玩，干他更不会玩。他永远学不会什么叫做控血量，血量完全不受控。作战还是一样，找到机会就取他人头。
切都是为了大局着想啊，不对，敌人受伤比较轻微，这不是大局。所以那个打完这个神兽就拿巫女之证，然后巫女之证就是转萨满，是这个意思吗？变我一下，我等一下要死了。都插划不来，
还是要塞啊，全还真有点难取人头啊。同样的等级的情况下，我感觉恐怖恐惧骑士渐渐失去他应有的优势。没关系，躺几个都没关系，因为我目标不在那里。我上面的刺客完成任务就好。
石。貴様の国造りなんぞ誰が認めるものか。欸，可是我这边怎么只有四个要塞而已啊？这个是一个国家要塞，一个这欸，然后这边一个，这里一个贝特要塞，一个，这样加起来才四个而已啊，也没有到六个要塞啊。所以六个要塞 是怎么回事啊？ゴリアテのデニムよ。今こそゲイカの恨みを晴らしてくれる。欸，所以 是要打满六个要塞吗？ 我地图上只有看到四个要塞。
大头兵到时候可能要换掉，移动力真是太慢了，他竟然可以慢到我方的人动一轮，敌方的人动一轮再换他自己动，这个移动效率非常之差。到时候要换人呢，打要塞就是想先拿荆州啊。他不是打四个要塞吗？我他说他打六个要塞，但是我只看到四个。我不知道剩下的两个要塞在哪，还是要四个打完他才出现。没事啊，反正我现在猎头，我的作战就是都只抓头而已，抓王的头。这家伙还自愿走下来，我还在烦恼要怎么上去找他，就自己走下来。
哎，等一下，你讲的要塞不就我现在在打的这个吗？我现在打的这个不是要塞吗？所以说，意思就是指说我打完这个，然后还有真正的六个要塞在等我，是这样的意思吗？所以清除完盗贼，这个要塞里面就会有五六层要打。哎，干，那这样很久呢，不行不行不行，这样可不行。不行不行，那这样太久了。好了，打 L 线了，这个打完打 L 线，不然太久了。ガルガスタン，他，这样太久了，好啊，这边应该已经没有其他角色需要拿的了，除了船长以外了。
该出发的还是得出发。瞄点要设在哪里，这也是很重要的。看样子只有这里啊，不行吧？这是 C 路线的第二站吗？大屠杀之前啊，就是这里啊，只有这个瞄点可以啊，就它。然后要打这个，还想压我的等级。这个应该超快的。50级打9级，你们刚刚什么叫可怜？这一段就要等他打过去。这真的是大屠杀。なんとラビリスか。まだ私の名を呼ぶお前いい。拉维尼斯是也是 L 路线可以拿吗？我看一下拉维尼斯是不是 L 的。喂，还真的 L 欸，而且拿它超麻烦的。而且她是女武神吧？
想说她是女武神，然后她的女武神的职业可以应该可以给女主角用，可以给公主用。惨虐一场啊！重点是，都交给 AI 打就好了，都不用打。轻松松杀爆他们！前線を突破されたのか？歴戦で。之前打这一战打得超级痛苦的。那我来看看现在这一战有多轻松。主要是我很好奇主角要怎么屠杀所有人，是之前是被误会，这一次是要作死欸。两军还没开打就已经结束了，两军还没开打战争就结束了。何者だ？マス。这样就打完啦，终于可以选 L 线了。
应该要叫法师来靠大范围魔法，这样杀人应该更快。後続部隊の到着はもう少し時間がかかるはずだ。お、打完了。終于了。みんなで手分けして各代表者を一箇所に集めてくれ。こちらの意図を伝える。就终于可以打 L 线了。L 线讲要打妲己。讲了两三天了，现在才成功打到。ふざけるな！俺たちが来たのはそんなセリフを聞くためじゃない。お前らはこのままガルガスタンの奴隷でいいって。欸、解放軍は邪魔って言うんだな。那麦斯走 L 线的时候，麦斯的脸都是这副脸吗？都是这个剩女表情吗？そんなに熱くならないで、バイス。これじゃ話したくてもできなくなるわ。戦って何になるというんじゃ。争いは憎しみしか生み出さん。わしらは今のままでいいんじゃ。ここなら戦火に巻き込まれることはなく、食うにも困らん。家畜と変わらない生活なんだぞ。ここにいる限りそれは変わらない。自由が欲しくないのか、人間らしい生活をしたくないのか。ウォルスタの誇りはどこへ行ったんだ。あんたたちが何もしなければ平和な生活が続いたんだよ。解放軍だかなんだか知らないが、ただ首がすげ替わるだけのことじゃないか。同じことを言ってた息子は半年前の戦争で死んだよ。大屠杀之后就成为剩女了。私の息子を返しとくれ。お願いじゃ。このまま帰ってくれんか。ここに戦おうというものはおらん。それにお主たちは勝てるとでも言うのか。あの強大な力を持つガルガスタン相手に。英雄だかなんだか知らんが、公爵に乗せられているだけではないのかの。遅くなって申し訳ない。ちょっとこっちへ来てくれないか。
話を聞かせてもらった。やはり説得は難しいようだな。我们要做出这个很艰难的抉择。こうなることは分かっていたんだ。よく聞いてくれ。これから。これから町の住人を一人残らず殺すんだ。こうなることを予想されていた公爵殿下のご命令だ。很应景。那那我是很敏感。どうして？一体どうして？なぜなんだ？理由を教えてください。公爵殿下はこう仰せられた。バルマムッサの住人がすんなりと放棄するなら何も問題はない。しかし、あの子供たちが言ったとて、連中は武器を手に取り革命のために命を投げ出したりはせん。その時、お前はガルガスタンを装い、住人を一人残らず殺すのだ。なんですと、我が同胞を殺せとご命令になるのか。落ち着け、レオナール。应该是这个吧？伦纳德不让主角动手吧？伦纳德的想法可能就是想说他脏了自己的手，然后把机会、把未来光复的机会全部留给主角。これまで以上に我々ウォルスタの団結が必要なのだ。バルマムッサが奴らによって滅ぼされたとあれば、他の自治区にいる同胞は嫌おうもなく戦わざるを得まい。しかし、それに、そうした暴挙をガルガスタンの反体制派が黙ってはおるまいよ。啊，只能讲伦纳德牺牲很大，能不能收他？他这么可怜，能不能收他？ガルガスタン内部の反体制派に分散しなければならなくなる。そして我々はバルバトスを討ち取る大義名分と勝機を得ることができるというわけだ。しかし、デニム殿は黙ってはおりますまい。その時はお前が。従ってくれるな。こうしなければウォルスタに明日はない。いい、分かっています。理想のためにこの手を汚しましょう。すまない、彼らの犠牲を無駄にはしない。デニム、本気か？本気で言ってるのか？え、这个时候的麦斯他怎么有点讲这个话？レオナール、殿下は本当にそんなご命令を？あなたはそれを本気で実行しようというの？我拒绝，麦斯就来捅我一刀了。干，我这一次答应，就麦斯还是跑来这，他是怎样，犯贱吗？現実を見ればわかることだ。麦斯是怎样？他双面谍做得太猛了吧？いや、国家に忠誠を誓った者の責務であろう。どうしたんだ？それじゃ、奴らと変わんないじゃないか！同胞の犠牲を厭わぬどころか、その犠牲を戦争の道具にしようというのね、公爵は。命をかけて戦ってきたのに、主君が民を裏切るなんて、私はなんて愚かだったんだろう。
バイス君。君は反対するんだね。我々に従えないと言うんだね。当たり前だろ。罪もない人々を殺して真の革命なんか起こせるもんか。选 C 路线，麦斯就变脸；然后选 L 路线，麦斯就变成一个善良正义人士。君はこの後に及んで任務を放棄し。他是完全都要跟主角唱反调啊！裏切る？違う、そうではない。公爵を、お前たちを見限るのだ。ウォルスタの未来のため、共に進んで行けるものと思ったが、いや、同胞でも意見をことにする者がいるのだ。同胞でない君ならば、立場不一致到一个极限呢。私が同胞ではないと。君にはウォルスタ以外の血が、ガルガスタンの血が流れている。所詮根血の君に期待するなど間違いだったということだ。ステイシが必要なのだ。なぜそれがわからない。愚かな人の心をつかむためには大いなる犠牲が必要なんだ。カチャ、お前はいいのか。こんな奴らに従うのか。私はいつだってデニムと一緒よ。デニム、今日から俺とお前は敵同士だ。圣人麦斯。然后 C 路线就变成贱人麦斯。ウォルスタ君を皆殺しにしろ。生かしてここから出すな。くそ、ガルガスタンの援軍だ。ここを頼む。住民は私が。とても残念だ。目的のために手段を選ばぬ男になろうとは。私は私の見込み違いを強く恥じる。そしてその恥を注ぐためにお前を殺そう。人又还没杀，他是在生气什么？他要不爽，他等人杀了再不爽吧？这现在是只是点了个头，然后我就要被杀。ラビニスさんがガルガスタン人の血を引いていたなんて。裏切られたと言いたいのか。私の発言や行動ではなく、丹尼姆的智商突然变成民族主义者。自らの意思を持って選択した。只差在一个选项。執事が人の価値を決めるというのか。そんなはずはない。そんなことがあってたまるものか。you
なんともやりきれないぜ。彼女が根血なのは彼女のせいじゃないだろうに。俺自身有欲人だからと蔑視された覚えはないが、そいつはたまたま運が良かっただけなのかもな。カノープさん、おっと、戦場で感傷的になるなんて俺らしくもないぜ。被压等级了，哎，不对耶，干！我那女主角是自动动的，我不能控制她、啊。所以她会尽她所能的去把她干掉。我要留他一条命，其实也不是说很简单，因为毕竟现在等级很低啊，等级低，然后干低，那个差距没有显得很大。看能不能魅惑他啊。12%，看看 ，miss。他一定又会再轰一炮。哦，还好，轰到轰对地方。魅惑术用的积极。哎，中了。这样就能安全一些了。初期的时候其实法师还算好用，只是之后那个伤害都跟不上了，法师就变得有点逊。
我的 AOE 全部给那个拿枪的管理员，手上只要有枪都不是问题。那一关用忍者啊，用忍者轻松又简单。之前有看到的人都知道啊，忍者是怎么揍他的。要跟他拼拳啊，尝试切他中路，他很好打的啊，用忍者是一点难度也没有，只是你会被人家喊 baby 而已。我也很想跟他正面对决啊，但是哦，你要跟他正面对决，你没有很好的条件，你很难跟他正面对决。你没有一身神装跟领主的职业，你很难跟他正面对决。
屠杀王，屠杀王的称号坐死了。ここで生き、この若者らの天命を見届けろと。デニム、俺がこの手で殺してやる。その時まで死ぬなよ。这里好像一样哦。不管怎样，麦斯都会想要亲手杀了我们。理想のためにその手を汚すことができるのか。你已经染血了。バルマムッサの虐殺から3週間。公爵の思惑通り、復讐に燃える解放軍の士気は高まり、城や町の奪還に成功した。一方その惨劇はウォルスタ人の結束を頑強にしたが、敵陣営における反枢機卿派の決起を促すことはできなかった。バイスらが虐殺の真相を広く露呈していたためである。又是麦斯。公爵の目論見に反し、それは枢機卿への支持を高めることになった。その結果両軍はスウォンジーの森を挟んで膠着状態になってしまう。功を焦る公爵は枢機卿の本拠コリタニ城を目指し、無謀な強行作戦を決行しようとしていた。かく乱を命ぜられたデニムは廃墟と化したバルマムッサに做什么事情他都有一手。没人能责备我。这个标题真的是很耸动。姉さん、うまく侵入できたみたいだ。まだ誰も気づいていないよ。そうね。町に駐留しているガルガスタン兵も少ないようだわ。これなら大した被害を出さずに任務を遂行できそうね。よかったわ。この数で決戦を挑まれると本気ですか。欸，这个 L 路线好像也有人在讲哦，就是公爵。你选 C 路线，公爵精明的像什么一样？选 L 路线，公爵就变白痴了。確かに以前より我が軍の兵力は増えています。しかし、ガルガスタン陣営内の反枢機卿派を武装蜂起させることができなかった以上。我々ウォルスタ解放軍がその規模、戦力、すべての面で劣っているのは変わりません。L 線の公爵智商極降。分かっておる。貴公に言われんでも分かっておるわ。ならば、今一度お考え直しを。まあ、私の策を聞け。その上で好きに反論すればよい。まず
一個小隊をコリタニ城の南西に位置するバルマムッサへ派遣する。町の占拠後、ゾード出現まで進軍して。啊，对啊，他只打顺风局，逆风局就乱搞。しようとでも引っかかるとは思いませんが。いいから黙って聞け。正体の指揮は英雄殿に取ってもらう。同時に上陸したのは正体ではなく戦力の大半だと噂を流す。その噂が奴らを惑わすのだ。我々がアルモリカから来るのか、それともバルマムッサからなのかと。敵はその情報を信じるでしょうか。信じさせるためにキコーラ、ゴリアテの英雄殿に出向いてもらうのだ。英雄殿が率いているのだ。惑わせるには十分だろう。バルバトスもそれが正体とは思うまいよ。しかし小賢しいバルバトスのことだ。噂を真に受け全戦力をバルマムッサへ向けることはないはず。戦力を二分し、片方をスオンジーの森へ、もう一方をゾード湿原へ派遣するに違いない。戦力では奴らの方が上、二分したとて勝てると踏むはずだからだ。しかしその戦力が二分されれば、我らにも勝てる望みは出てくる。それほどうまくいきましょうか。万が一二分されない時は、うん、这也是故意的，要卖主角啊。二分させればよいのだ。私の策にはまだ続きがあるのだよ。兔死狗烹。鸟尽弓藏。上陸した英雄殿はコリタニ城に攻め込むと見せかけて、西の港町アシュトンを占拠するのだ。戦力がコリタニ城に集結している今なら容易に落とせよ。そうか、バルマムッサとアシュトンを落とせば海への出口がなくなる。え、我々バレリアの民にとって海洋貿易はなくてはならない生活の手段だ。それはガルガスタンも同じ。ましてコリタニは内陸の居城、港を占拠されることは生命線を絶たれるに等しい。战争都还没结束，他已经想办法要排除政敌啦。戦力を二分せざるを得ないのだよ、ガルガスタン。万が一戦力の分散に失敗しても、経済封鎖による弱体化を図れるというわけだ。おとりとなった我らはどうなりましょう。かなわぬと判断したならば速やかに撤退するがよい。ガルガスタンの出方を見極めてからの決戦となりますな。案ずるな、レオナール。策は完璧だ。他这一句话真的是有鬼啊。良いのままに。
器都被降伤哎、欸，你有看到吗？武器也被拉低了、欸，不是说装好武器就没事了，连武器的伤害都一起被降低了。这样就没有武器的优势，也没有等级的优势。主角已经疯狂了。喊到都破音了。我们现在能够靠的只有技能跟职业的优势。我想，我有点想把小大头兵最后一只大重点给拿掉了，因为他真的动太慢了。但是只要换掉他，就是代表我的队伍已经没有大重点。但就血肉模糊啦、啊。
下一个。抓袂到。这种战略游戏有啊，有可能啊，它做成手游啊，它做成手游，你放心，一定会有对战机制，就会搞得像天地劫那样对战。就欢迎大家来到我们这皇家骑士团手游 Mobile 的世界。皇家骑士团 N， 有没有很真实？他会不会倒就看看看就看我们这群支持者啊。手游天尊真的不能质疑啊，什么都有可能，你就直接外包给某家游戏厂商，叫他把皇家骑士团做成手游。圣火消磨录我之前还有玩，我现在没有玩，因为感觉抽牌好累啊。
抽牌游戏最后不是都会走向这条道路吗？很基本的，就是抽一大堆角色，然后最后都是新角色的能力值是最好最好的。就鼓励你们大家多抽点牌。所以我不助长现在转蛋市场的盛行，我玩手游一概不予氪金。因为氪金就等于会让他觉得这东西有赚，然后就不做单机了。不过现在的小孩倒是氪很凶啊。手游最后不就都是这样吗？解完每日，拿完每日该有的一两颗石头即可。登录领奖励。激战很猛啊，那个招式还用抽的，这也是很猛啊。就跟白猫那个装备用抽的一样啊。人都想尽一切手段在那里多抽一些，能抽越多越好。加尔加斯坦人，不想让他太杀太多人。なんと、貴様はゴリアテのデニムか。やはりバルマムスさんに上陸した反乱軍めが本体だという噂は本当だったのか。よいか、ゲイカにこの旨急ぎ伝えるのだ。行け。この戦いに不可能な手遊戯は半活動嘛、然后一直刷关卡。ここで食い止めて、半活動刷关刷、半活動抽牌刷关卡、半活動抽牌刷关卡。这个循环是永远不会变的。办活动，抽活动奖，刷关卡，刷活动关卡，完结。真的不能小看手游的营收哎、欸，他们那个置顶的那些手游 game， 他们那个氪金的业绩有多好啊？
你看智慧型手机刚出来的时候，是不是都还没有这种手游？几乎都是那个要付钱、付一次性买断的游戏。啊，这种搞免费的，然后转蛋游戏，都后来跑出来，啊，一跑出来就真的不得了了。没办法，网络太发达，啊，手机太便利。可惜他那个游戏的那个销量统计啊，并不会统计说买的人都的年龄层在几岁。我超想知道这一片的人的年龄层到底都在哪一个区间里面。像我的 YouTube 都有统计啊，都有统计来我这个频道看的人都是几岁啊？我的频道是没有十八岁，没有从那个十八岁以下开始到二十几岁的人几乎是不存在的，那个才几趴人才几趴而已，我全部都是35岁以上的人。看我频道游戏的玩游戏的人都是35岁以上的，超夸张，那个比例超不均衡的。这一片出以前，我的频道的人数就是这个，都是这个人数。每满35，那就是在计算在那个35以下那些人的那个几趴的人群里面。不然我等一下可以开给你们看啊，那个频道真的是老中年人频道，啊，我们应该叫资深玩家频道。我是同世代的，啊，我是同世代的人啊，我比翁少明还老啊，他还没35，我都过了，我都过35了。それはこちらも同じこと。あなたに直接の恨みはないが、戦争だからね。互いに敵同士なんだ。それだけで戦う理由になる。なんとも単純な。これは。あ、私塾小妹那一关好难打。ただの子供ということか。你说女私塾师啊，哦？你说我们今天刚救的那一个？これは父祖の代から続く戦いだ。虐げられてきたウォルスタのために僕は戦っている。
哇，好痛哦！被压等级，被王打还是超痛。被僵尸基友打死哦，你就你复活他的时候，你不要太快复活他，你太快复活他，你那个恢复跟不上，他就死了。所以通常来讲都是等他剩一两回合，剩一回合的时候你再复活他。欸，搞不好有呢，搞不好有超过50的。有点的僵尸不行啊，那些都已经死透了。而且有点的僵尸都变得超脆皮的，很容易就可以干掉了。没办法，用远程武器就要找好那个射程，就要抓好射程距离。但是最后都会嫌他没什么伤害，所以最后都不出远程。その代から続く戦いか。確かにそれも戦いの動機には違いない。その恨みはわしらとて同じこと。ウォルスタとガルガスタンの憎しみ合いは根深い。だがその憎しみを捨てねば本当の敵は見えぬぞ。貴様は血族の呪いに操られているだけだ。なら、あなたはどうだと言うんだ。戦う動機に。C 線的丹尼姆是嘴炮王，但是 L 線的丹尼姆真的是。只能被嘴，他这只能被人家嘴了。大义不在我手，真的怎么讲都讲不赢别人。気に病む必要はない。你看，被第一个被嘴输，才第一仗就被嘴输了。第二仗第一战就被嘴输，看你没有未来了。哦，对啊，我都忘记还有城镇了，没办法，太路人关卡了，跟我们记不得直接抓头啦，看着他就烦了。
一番矛盾しておるのはこのわしだな。未熟も未熟、愚かも愚か。只要姐姐死，主角都会死吗？只要不是姐姐去做那个国王，主角都是死亡的命运吗？没办法，名不正言不顺啊！名不正言不顺就是被枪杀、啊。也是个机会的，给那个剑圣换回他的最喜欢的剑术大师。啊、主角被杀掉一定都很惊讶。まさかコリタニ城の背後に回り込もうとでも。だとしたら全部隊を進めるのは危険だ。いいか、騎士団の財閥様にこのことを伝え、すぐに援軍を回すよう進言するのだ。雑魚は放っておけ。狙いはリーダーの小僧だけだ。血まみれの英雄殿を倒し、その首をコリタニへ。这一次是作死啦，真的是屠杀王啊！只能一直被人家嘴。哎，想当初 C 线嘴人天下无敌手，现在。虎落平阳被犬欺。动人歌声，唱歌吧。现在在周围的路线呢，要收人了。
不过第二章都没人可收啊，要等到第三章。这叫忍辱负重吗？你说雷神吗？你是说那个雷神吗？说那个可怜的雷神吗？本作最烂的雷神吗？虽然讲他本作最烂，对他很不好意思。不过现在在我的心目中，他目前他以他弓箭手的身份，他真的是本作最烂的。弓箭手后期真的打死都不会出他，打死不出弓箭手。那怎么被修得这么惨呢？你现在已经没有办法看到他一剑一个人头了。DLC 哦，有点难度哦。糟糕，杀手妹妹没有跟上。
那个是在 N 线吧，我知道 N 线有加几个人、啊、也是在后面的时候一口气加进来。没办法，军团好像最大上限就100位伙伴的。所以我们要为了大局着想，杀了吧。路人啊，那几个路人就放着吧，就不要管他。我还没开除他们呢，他们还在。まだだ。まだここで倒れることはできん。カルガスタンのために命にはできんのだ。
在发现现在出街最强的杀人魔是女艺人，她的小刀的大绝招太痛了。反乱軍め、この町が真の狙いか。しかし、思い通りにはさせない。目的のためには、同胞をも犠牲にするオーガどもに、我らガルガスタンが負けるわけにはいかないのだ。这一场应该很快就能杀掉了，因为只要有王，只要有王的头可以砍，这场战役应该都会很快就能结束。刺客正一步一步慢慢接近，
哎呦，自己的老大放空城，太大胆了。射程范围了吧？哎，还没到、啊。啊，还是到射程范围。没有玩其他线啊。算重玩没错，只是走跑其他剧情，其他剧情都不一样。再见。看到没有？这就是别动队。我是另类的飞行队啊。飞行队的信就是这个战术。只要猎到将军就是赢家。では翌朝。日が昇るとともに進撃するよう伝えるのだ。わかったな。はっ。お待ちください、殿下。まだ早すぎますぞ。なぜだ。バルマムスさんが落ちたことは知っていよう。作戦通りではないか。ガルガスタン軍が二手に分かれたかどうかは。まだ確認が取れておりません。今頃デニムがアシュトンを落としているはずだ。すべて私の作戦通りに進んでおるではないか。何を心配しておるのだ。你想说公爵在搞基吗？大丈夫だ。バレリアの神々が我らに味方している。
作戦通りに進んでいることを疑ってはおりません。ですが、アシトン制圧の件も未だ連絡がないのです。この戦いが我ら解放軍の、我らウォルスタの未来を決めるのです。焦りは禁物ですぞ。私が焦っているとでも言うのか。口が過ぎるぞ、レオナール。どういたしましょうか。構わん、行け。行って我が命を伝えよ。公爵。は。身为公，还被暗算。うるさいと申しておる。貴公も早く出立せよ。さあ。剩下的明天再继续吧。哎，嗯，哦，就拉维尼亚，啊，慢慢来吧。啊，明天早上再继续了。看来战争还要一直持续下去。好啦，先到这里啦。晚安，晚安。嗯，也是早上啊。